俺の交換は AWM。 はい、どうも、スコレです。今回はですね、まあ、2周年パラシュートですね。川柳王者のですね、補填についての、まあ、続報入りましたんで、まあ、今回ね、動画とさせていただきました。まあ、早速ね、話していこうかな、というふうに、まあ、思います。その川柳王者なんですけれど、まあ、その、補填ずっとするするって話しちょったじゃないですか。で、金券で補填するのみたいな。バトルパスポイントが補填だったのみたいな。まあ、いろんな話をしていたわけなんですけれど、まあ、この度、補填の内容が決まりました。それがですね、まあ、なんと、ガチャと。ガチャ、ガチャ10連です。10連。やばくないですか、パラシュートを持ってる人は10連みたいですね。まあ、公約行動ニュースと話しとったんですけど、パラシュートを持ってる人はおそらく10連で、で、1連だけもらってる人ってのもおるんですよ、ガチャを。まあ、そういう人は、まあ、おそらく、まあ、パラシュートを持ってなくて、その、なんか、戦闘とかで死んでしまった人が、まあ、その1連だけ、1回分だけ、まあ、ガチャを補填されると、まあ、いった感じなんですよね。これは、すごいですね、この運営は。いや、ほんとそれ聞いたときに、あ、素晴らしい。いいなーみたいな。おお、すごい補填してくれるんか、この運営みたいな、詫びる気持ちがあるなというふうに思って、素晴らしいなというふうに思いました。やっぱね、ユーザーによっては、やっぱり10万、20万、30万課金して手に入れたパラシュートのアイテムですから、補填してほしいなと思う気持ちは、まあ皆さんあると思います。そんなね、ユーザーの意見を組んで、なんとね、ガチャね、10連分補填してくれると、30万円使ったプレイヤーさんにもきちんとね、ガチャ10連分を補填するという、その、心遣い。いやー、僕、素晴らしいな、というふうにね、思いました。大抵ね、パラシュートっていうのは、まあ、高くてもですね、3000金券ぐらいかな、1800金券から3000金券ぐらいの価値なんですよね。で、オレンジパラシュートの金券で買えるですね、やつがそれぐらいなんで、まあ、金パラで言うと、金のパラシュートで言うとですね、大体まあ、4000金券、5000金券ぐらいの価値があってもおかしくないかな、というふうには思うんですけれど、まあ、10連ガチャの価値って大体ね、1200金券じゃないですか。まあ、やっぱそういうね、ガチャは価値じゃないんだよと、そういうのを度外視して頑張ってガチャを引いてねというね、まあ、運営からのそのメッセージかなというふうに僕はね考えております。いや、素晴らしい。そういうね、荒野行動やゲームに対するそのプライスレスなね、そういう感覚っていうのを、まあ、僕らに荒野行動運営は今回示してくれたんだなと、いうふうに思いました。いや、素晴らしい。荒野行動運営、ネットイース様、素晴らしいな。ほんと僕はね、もう称賛するしかないなというふうにね、今回は思っておりまして、いや本当に、いや、すごい本当にネットイースね、わざわざもうそのね、ユーザーのね、気持ちを汲んでね、SNS をしっかり確認して、まあ、こうやってね、まあ、補填しようという、その気遣い。やっぱりユーザーとコミュニケーションをとってね、今後、荒野行動を発展させようとする、発展させようというですね、そういうなんか気持ちが現れてますよね。やっぱそういうね、すごい熱い気持ち、荒野行動を思う熱い気持ちというのが僕ね、やっぱ今回ので感じました。そして、さらにですね、パラシュートを持っていない方もですね、一回ガチャが引けるというわけなんですよ。いやー、素晴らしい。ほんとねえ、ほんと一回だけ引かせてくれる、一回だけ引かせてくれるんです。もうそういう心遣い、いや、素晴らしいなというふうに、私思いますね。といった感じの話進めていきましたけれど、まあ、僕が喋らずともですね、僕の本心というのは、まあ、皆様に伝わっていると思います。まあ、これで思うことっていうのはですね、やっぱりそのユーザーのヘイトというのがですね、今回でかなり入り溜まっていくと思いますね。正直、まあ銀杏さんが最近ね、ツイッター上とかにも浮上して、まあ、ユーザーとのコミュニケーションを取ろうとしていたにもかかわらず、こういう行動起こしてしまうのは、まあ正直ですね、今までかけた労力を全て水の泡にする、水泡にキス行為だと、無駄な行為だなというふうに僕は思います。まあね、いくらコミュニケーションを取ったところでですね、まあ正直コミュニケーション以前の問題というのが、まあいろんな部分に存在するんですよね。まあこのゲームもそうですけれど、一般的なその人付き合いの面において、まあこれ最低限度ね、まず身の体制を整えなければ、まあ相手はね、自分のことも信頼してくれません。いくらコミュニケーション能力が高くて、いいコミュニケーションを取っていたとしても、体制がしっかりしていなければ、決して自分自身が支持されることっていうのはないんですよね。まあ、なんで、まあ、コミュニケーションも大事です。僕ずっとコミュニケーションを取るべきだって話はしてましたし、今後も取るべきだと、取るための努力をするべきだと思いますが、それ以前の部分ですね、しっかりとした対応をされてコミュニケーションを取っていただきたいなというふうに思います。僕毎回動画で言ってますよね。最後、オチ大体言うのは、しっかりとした対応をされて、なおかつコミュニケーションしてほしいという話はずっとしているんですけれども、まずはその土台の部分ができていながら、こうやって結果的にヘイトを打ってしまうと。まあ今回ネットエースがやったのは、コミュニケーションを使って補填で下げる。
上げて下げるなんですよ。上げて下げるはコミュニケーションにおいて一番ダメですからね。好きからの嫌いはですね、マジで再び好きに持っていくの大変なんで、嫌いから好きになるとですね、逆にいいんですよ。嫌いから好きになったらもう人間嫌いになれないんですよね、心理的に。なんですけれど、逆に好きからの嫌いはもう救いようないからね、本当に。もうよりその荒野行動からのそのユーザー離れっていうのを加速させたいのかなというふうに僕は感じておりまして、今回。まあ、呆れるばかりですよ。すごいなぁ、みたいな。いや、ほんとね、字でね、僕らにその反面教師、人間としてやってはいけない行動というのをですね教えてくれるネットイース様、やっぱり子供の多いゲームですから、荒野行動っていうのは子供の多いゲームなんで、まあ、子供にこういうことはしたらダメなんだよっていうのを示してくれる、まあ、反面教師としてね、あの子供が育つ教材となってくれているというのはですね、いやーすごい、本当にすごいなというふうに思いました。自らの会社を犠牲にして、そうやって子供をね、今後将来ね生きていく子供を救おうという、その救済しようとする、その行為、荒野行動でやっぱ民度が低い、キッズが多い、そういう部分あります。それが課題としてあります、ありますから、企業としてですね、まあそういう子たちとか、そういう民度が低い界隈にやっぱり少しね待ったを入れたいんでしょうね。ダメだよみたいな、俺らがまずやったらダメなことするけん、こういうことすんなよみたいなのをネットイースは今回示したいんだろうなというふうに思いました、というふうに解釈するしかもう今回のはないですよね。まあ、ちなみにですね、まあ、一連に関しては、まあ、おそらくそのねパラシュート持ってなくても、まあ、被害をこう持った方、まあ、パラシュートの、まあ、早期のですね、あの落下によって降下によって早く死んでしまったような方いらっしゃいますんで、特に何もないユーザーにも配れるんじゃないかなというふうに思ってますので、僕が期待しているのは、まあワンチャンねこれでリスマラできないかなと。その補填が配られた日だけはその新規キャラ作ってもそのガチャがもらえるみたいな、そういう仕様を作ってくれないかなというふうに僕は正直思ってますね。これ前例があるんですよ皆さん。あのシーズン終了リスマラっていうのがあって、シーズン終わったらまあいろいろダイヤもらえるじゃないですか、ランクに応じて。あのダイヤって実はですね、終了してダイヤが配られたその日だけはですね、新規でキャラクターを作っても1500ダイヤもらえるんですよ。ワンチャンこのガチャの補填も同じ仕様で実装してくれないかなと。わざわざね1キャラ1キャラ判定してまあやるわけにはやっぱりネットイースもいかないですし、基本的にまあいろんな補填とかってある程度フィルタリングしてからやったりとかシステムを組んでやってるわけなんですよ。なんでワンチャンちょっとシーズン終了とね、同じそのシステムを用いてまあちょっとね補填の方をしていただきたいなと。まあそうすることでまあ R スポーツも発展するんで、僕らはやっぱ荒野行動とともにですね R スポーツも成長していきたいなというふうに思いますし、 R スポーツをより発展させるためやっぱり荒野行動のね運営様とすごい協力しながらね、まあやっぱやっていきたいなと思いますんで、そういうリセマラ実装してほしいですね。まだその PC 版でしかその補填っていうのは来てません。まあ、なんで PC 版ってリセマラできないんですよね。アカウントたくさんいろいろ作ったりとかちょっと難しいので、ちょっとあの検証というのがすいませんできないんで、ちょっと分かりかねるって言った感じなんですけれど、まあ、今後ですねそこら辺のねあのリセマラができるかできないかっていうのもまあ分かりましたら、まあ、随時動画上げていきますので、まあ、皆さんよろしくお願いします。そういった感じです。まあ、こんな感じでいろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録、高評価、通知のよろしくお願いします。 Twitter やってます、フォローしろと言われたらフォローしますのでよろしくです。 TikTok メディアセブ、そちらの2つもやっておりますので、そちらの方もよろしくお願いします。最近 LINE でですね動画の通知や最新情報の方ですね発信しておりますので、そちらもチェックするために登録してください。そしてサブチャンネルも最近やってます。動画やライブの方ねそちらで上げてますので、そちらの方も登録よろしくお願いします。それでは